本は何ていう本ですか。これはモーターサイクリストっていう本です。モーターサイクリスト、オートバイの本です。オートバイの、はい、オートバイで、あのカブがね、今年で50年なんですよ。そうなんですよ。いやー、これいいとこだ。息子もジランママよ、オートバイに乗りやったな。あ、本当ですか。元高速も出てきない、今でも持ってるもんね。あ、じゃあ絶対知ってますよ、雑誌。あ、絶対雑誌知ってます。うん、オートバイ乗る人だったら1回は必ず読む本です。どこへとかね、高校の方に走り行きよったもんね。あ、本当ですか。車で。あ、本当ですか。うん、もう撮らんでください。いや、撮りますよ。いや、でも本当いいとこですね。革ジャン、つなぎの革ジャン着て、はい、ジョーズ履いて、はい。でもモトクロスはそれやらないと怪我しちゃうんですよ。うん、もう今はね、はい、もう子供の3年の大きいんで、はい、高校時代から結婚するまでやったやつ、ね、もう今は3年、あ、役になったの今年41になったもん。僕が今年40です。うん、そうです。変わらんたい、誠司。はい。うん、で、誠司さんですか、うん、僕は真司って言うんですよ。はい。43年。女房には逃げられた。子供なし。今女強いからね、うん、仕事して金持ってると。金持ってるからみんな強いんですよ。いや、これ遊びじゃないですよ。一生取れてますもん。